番組をご覧の皆さん、山崎賢人です。吉沢亮です。ついにキングダム2遥かなる大地へが公開です。勝負はこっからだ。大きな戦が始まる。日本映画に新たな金字塔を打ち立てる本格エンターテインメント超大作。自分の身は守るが、お前たちを守る義理はない。映画キングダム2遥かなる大地へ。すごい映画が完成したので、とにかく早く見てもらいたいです。よりパワーアップしたキングダムを皆様に見せれるということで、すごくワクワクしております。皆さんの期待を超えられるんじゃないかなと。本当に熱い素晴らしい映画ができたと思います。全軍突撃じゃ。これは途方もなき戦いの始まり。俺たちはまだ負けちゃいねー。圧巻です。ずっと鳥肌が立ってました。迫力に圧倒されました。これだからやめられぬのだ。戦は託したぞ。行くぞ。この夏体験する感動と興奮。ここからは山崎賢人さんと吉沢亮さんがキングダム2への思いを熱く語る。いや本当すごかったよね、うん、すごかった。いや本当素晴らしかった。すごかった、うん、スケールがかなりアップしてて、装甲戦車、馬の戦車を実写で描けるんだっていう、あれすごかった ね。キングダムの魅力がさらにパワーアップして完成したなと。オールスター感がすごいことになってたというか、本物の人たちをこう見て成長するシーンみたいな描かれ方とかがより面白くなってるなという感じしましたね。またしたな。山崎賢人さん演じるのは天下の大将軍になることを夢見る奴隷の青年シン。シンはとにかくまっすぐで、それは戦い方もそうですし、なんかそういうこうまっすぐな熱いパワーっていうのがキングダムの魅力だと思ってるので。相当仕上がったでしょあれ。多分かなり仕上がったいや本当すごいなって思って、もちろん1の時も思いましたけど、2の時も見て、あやっぱこの映画山崎賢人じゃないと絶対成立しないわって本当に思いました。アクションはすごいですよ。キングダムの見どころといえば壮絶なアクション。今回山崎さんは成長した真の強さを見せるため命がけで撮影に臨んだといいます。1の時は結構1対1が多かったんですよね、アクション的に見ても。そうかもね。2は、まあ、5が出てきて1対多勢だったり、とにかく前に前に進んでいく勢いがすごい映画なので、爽快感もありますよねやっぱ見てて、うん、ケントの見せ方もそうだし、そのチーム全体のこのアクションというものの見せ方のクオリティがものすごい上がってたような気がして、わ俺もやりてえと思ってました。誰の映画。吉沢亮さん演じるのは中華統一を目指す大国の若き王政。政政を演じる上ですごい気をつけてるのは、目の前のことにとらわれないというか、王となっていく人間だし、みんながわちゃわちゃしてる中でなんかその一歩先を見てる感じでも、周りがそれにちょっとついてこれないギャップだったりとか、なんかそういう部分はすごい意識しながら演じてたんですけど、その亮とカンナちゃんとのシーンからクランクインしたんですけど、あこっからまたキングダム始まるなっていう気持ちの入り方というか、安心感がありましたね。私の命はただそいつを殺すためだけにある。圧巻のスケール、そして豪華キャストで送る映画キングダム2。山崎さんに見どころを伺います。キングダムの面白いところって本当にいろんなキャラクターが出てきて、弱いキャラもいればめちゃめちゃ強いシンとか教会、強くはないけど仲間を大事にするっていう伍長の卓慶さんがいたりとか、本当にいろんな目線でいろんな戦い方があって、なんかそれが本当に面白いなと思って、この一個のでっかい戦をやってるんですけど、それを本当にいろんな場面で見れて、ぜひこう大スクリーンで見てもらいたいなと思います。あなたさっきからずっと七に立っているんですよ。行くぞ。日本映画史上最大スケールのエンターテインメント超大作。勝負はこっからだ。キングダム2遥かなる大地へは7月15日公開です。ぜひ劇場でご覧ください。